現在の活動です。それでは NC 比嘉さんお願いします。今日もあなたにイノベーションよろしくお願いします。今週はスペシャルウィークで、はい、すごいゲストをずっと引き続き、呼んでるんですけども、今回のゲストですね、沖縄出身の元スピードで一世を風靡し、現在は一児の母として、そして平成28年に選挙で当選され、参議院議員として国民のために障害者に関わる施策の、推進、あとは沖縄の子どもの貧困問題の解消などに尽力されています。今江里子議員にお越しいただいています。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。今手話でこんにちは。はい、前回もその失敗談とかね、いろいろターニングポイントっていうところをいろいろお聞きしたんですけど、やっぱりね、この初回の人生活動理念とものすごくこうリンクしているお話でたくさん聞けたんですけど、今回、そこにもちろんつながっている現在の活動のところにお話を少し掘り下げていければなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。早速なんですが、現在の活動の2本柱ですかね、まずは障害者に関わる施策の推進っていうところがあるんですけども、まずここをちょっと伺いたいんですけども、はい、まず今井議員はこの障害者に関わる施策の推進の具体的な課題ね、いろいろあります。これどういったことがあるんですか。まずね、一つは教育、息子とね、特別支援学校、ろう学校ですね、通わせていただいた、自分の体験からなんですけれども、例えば、特別支援学校って聞いて、思い浮かべるのは、あそこに専門的な、スキルと、知識のある先生がいるであろうと思われると思うんですね、ですが、実は蓋を開けてみると、ろう学校で言えば、今はもうほとんど 90% は手話での指導で、勉強をね、みんなしてるんだけれども、手話で指導ができる先生が少ない。だからどうやってコミュニケーションを取るのか、これはね、先生方が本当に悪いものじゃなくて、悪いことではなくて、やっぱ制度自体がね、まだまだその法律を変えなければいけない、これは案件なんですけれども、やっぱり教育の質、それは障害があってもなくても、もっとやっぱり底上げをして、で障害のある子たちにもきちんとその専門的な、知識とスキルのある障害に関しての、専門的なそういった知識のある先生方を配置したいなって、思いますね。そうですよね。やっぱりこのインフラ、やっぱり一般的な、ところのこと、だいぶ日本というのは優れてると思うんですけど、やっぱりどうしても、その障害持たれている方、もう一番初回の話だと思うんですけど、やっぱり共感得にくいってやつなんですよ。そうね。なのでかゆいところにってやつ、だからじゃあその学校の後見えてるのかなと、学ばすだけで終わってないみたいな、そう、ね、本当に自立できるとか。例えばね、その私が取り組んできたことの一つでね、その教育の話で言えば、特別支援学校って文科省が作っている、教科書も配布されてるんですよ。一般教科書と文科省が独自で作っている教科書を配布して、特別支援学校内で、その教科書を使って勉強したりもするんですね。その教科書が26年間改訂されてなかったりとか。やばいでしょ。しかもろう学校の音楽の教科書に関しては、あれ確か36年だったかな、改訂されてなくて、でそれでろう学校のある先生から、今井さんと、実は困ってると、どうしてもこの教科書が、やっぱり現代に合わない、本当に昭和感あふれる、今令和なのに、とても使いづらいと、で教え、やっぱり今のやっぱ時代に合うような教科書に変えてほしいと、って言われて、文科省にお伝えをして変えていただいたんですけれども、なかなかやっぱりこういったその障害のある子どもたちの教育とかって福祉も含めね、光がなかなか当たらない。でもやっぱりそういったところに光を当てて、きめ細かく丁寧に、成長していくことって、私はすごく大事なことだなと、絶対そうですよね。だって日本やっぱり障害とか
関係なし、うんうん、一人一人がやっぱりこう日本国を担うということを考えた時に、やっぱりあの自民党さんが言われてる、うん、その総活躍社会というところで、やっぱりそれぞれが活躍できるっていう基盤の中にやっぱ教育あるんです。そう。そこでなんでその人たちだけ遅れた、その昔のやつをひどいでしょ教科書。もっと言うとその人たちの時間ってもう戻らないんじゃないですか。そう。だからね、やっぱ子供たちのその一日一日、うん、それ一分でもやっぱ大事なんですよ。うん、大事ですよね。なのでそのやっぱり教員のやっぱり質の向上もやっぱり図りながら。うんうんうん、底上げをして、うん、で今障害のある子たちも大学にね、うん、行く機会もすごく増えて、うん、いるんですけれども、その大学をの後のやっぱキャリアがなかなかやっぱり受け皿がまだ整ってなかったりね、やっぱり雇用の問題も含め、うんうん、もっともっとその光が当たるようにしたい、うん、だってもうその辺で言うとやっぱり社会的その障害に対するリテラシーどんだけ上げるかですよね。そうで、しかもそのじゃあビジネスのところで言うと、じゃあその本当にこの一般の人と、うん、例えばパフォーマンスで見るじゃないですか、うんうん、どうしても資本主義だから、うん、でところでどうしてもなかなか雇えないなとか、うん、二の足踏んじゃうっていうのはあると思うんですけど、でもそこはやっぱり政治で、うん、全然変えられることなのかなって思うんですけど、ね、だからやっぱり教育も今、ね、特別支援学校とか、うん、まあ、一般の学校って分かれちゃってるんですけれども、うんうん、特別支援学校という学校はもちろんその選択肢の一つとしてね、うんうんうん、置いときながらも普通の学校でもっともっとその障害のある子たちを、ね、うん、受け入れられるようにね、うん、まあ、少しずつ進んでるんですけれども、うんうん、それがその当たり前、うんうん、ごちゃ混ぜが当たり前というか、いろんな人がいたっていいし、うんうん、で子どもたちも小さな時から一緒にいることによって大人になった時に理解が進むというか、うん、あ、でもそれが当たり前だったよねって小さい時一緒にいたし、それ絶対そうですよ。だって実際学校で分けられてっても、うん、社会に出たらごちゃ混ぜじゃないですか、うん、でしかもそこで今求められてるのはダイバーシティで多様性ですよね、うん、で学校で分けてたらやっぱり共感できないし、うん、どう対応していいか分からない、うん、そうそう、困ってるし、例えば聞こえない、見えないで困ってる時どう手を差し伸べていいか分からないって学べないですよね、うん、はい、というところでですね、今回、はい、いろいろお聞きしたんですけども、現在の活動のところで、まあ、どういった社会課題というのがあって、まあ、それの具体的なですねお話というところと、あとはまあこういった今後の、その未来を子どもたちだけじゃなくてですね、うん、日本、より良い日本を作っていく中にはやっぱりそのみんなも共生できるような社会、それが必要なんじゃないかなというようなお話でしたね。はい、本日以上になります、はい。本日のゲスト、参議院議員今井絵理子さんへのご連絡先はホームページがあります。今井絵理子オフィシャルサイトで検索お願いします。ホームページから YouTube やオンラインサロン、各種 SNS がありますのでご確認ください。本日は以上になります。 See you。あ、スイユー言うタイミング今測ってたんだよ、言えなかった。